旬で彩る幸せご飯。今日は新玉ねぎとじゃこのチーズトーストを作ります。旬で彩る幸せご飯。今月の食材は新玉ねぎ。みずみずしく辛みが少ない新玉ねぎは食感が柔らかく、生でそのままいただけるなど、いつもと違う玉ねぎの美味しさを楽しめます。食事としてはもちろん、おつまみとしても美味しくいただけるトーストです。新玉ねぎの甘みにチーズとじゃこの塩気がよく合いますよ。調理時間はおおよそ10分です。では作っていきましょう。新玉ねぎはスライサーで薄切りします。水でさらさなくてもいいんですか？玉ねぎの栄養成分である硫化アリルは水にさらすと流れてしまいます。辛みの少ない新玉ねぎはそのまま使っていただいても大丈夫ですよ。新玉ねぎに粉チーズとじゃこをあえます。ちりめんじゃこの他にハムやベーコンも合いますよ。様々なアレンジが楽しめそうですね。食パンにマヨネーズを塗ります。マヨネーズを塗ることで食パンに新玉ねぎの水分が染み込みにくくなります。この上に先ほど和えた新玉ねぎをのせます。粉チーズの代わりにとろけるチーズを使ってもいいですよ。トースターで美味しそうなきつね色になるまで焼いていきましょう。粉チーズの香ばしい香りが食欲をそそりますね。これで新玉ねぎとじゃこのチーズトーストの完成。新玉ねぎの程よいシャキシャキ感と甘さを楽しめるトーストになりました。新玉ねぎで彩る幸せご飯、ぜひお試しください。